ベネベント公国は中世におけるイタリア最南端のランゴバルド系公国でベネベント・メッツォ・ジョールノを中心としていた。ランゴバルド3公国の一つ。570年にランゴバルド系公国の諸公の中でゾットーネが最初に独立を果たした。グリムバルト一世はランゴバルドをもかね、当時公国はランゴバルド王国と密接に関わっていた。七十四年に カール大帝の進行で、ランゴバルド王国が滅亡すると、アリキス2世は、ベネベント公を名乗るようになる。839年に、ベネベント公シカールが暗殺された後、財務官であった、ラデルキス1世が皇位についたが、シカールの弟シコネルフォトの間で、皇位継承争いが起こった。そこで、皇帝ルートビヒ二世の朝廷により、四十九年に皇国は、 ラデルキス一世のベネベント公国とシコネルフォのサレルの公国とに分裂した。873年、東ローマ帝国が支配権を回復したが、895年にビド動家のスポレートコグイード4世が東ローマ軍を撤退させ、897年までベネベント公国を支配した。短い独立期間の後、900年にはカプアコアテネルフォ一世に占領され、 981年のパンドルフォ一世の島でカプア公による支配を受けた。その間、915年のガリラーノの戦いでは、キリスト教同盟軍に参加して、ファーティマ朝と戦い、勝利した。981年、ベネベント公国はカプア公国から分裂し、再び独立した。11世紀前半になると、ノルマン人が南イタリアへと進行。 それに対処するため1047年に新生ローマ皇帝ハインリヒ3世は南イタリアに入りカプアでノルマン人の所領の承認を行った。ベネベントはその際に皇帝軍を入れず教皇から破門された。それ以降ベネベントを含めた南イタリアはノルマン人の支配下に入った。1050年にはベネベントコパンドルフォ3世が追放され、 翌1051年に強硬領となったものの、事実上ノルマン人の支配下にあった。強硬レオ9世は、ベネベントを奪回するため軍を組織し、1053年6月18日に、チビターテでノルマン人と戦ったが、強硬軍は敗北し、レオ9世は、囚われて、翌年春までベネベントに置かれた。レオ9世は帰国後間もなく死去した。 1077年11月18日、教皇からベネベント支配を任されていた、ランドル・フォロクセイが死去した。同年のうちに、ノルマン人の傭兵ロベルト・イル・グク・イスカルドが、ベネベントを征服。1130年に、ルッチェーロ2世の元シチリア王国が成立した。ありがとうございます。